はい、じゃあ次ですね。次は、ここのリターンフィルター交換したいと思います。14かな、よいしょ、ちょっと上のバンドを緩めますかね。よいしょ。このリターンのホースをちょっと外します。あとここのホースを抜きつつ、こうですね、抜いて、あんまりあの好ましくはないんですけども、ちょっとドライバーを入れてちょっと固着をですね、こう一周取ります。でちょっと硬いホースなんで、あんまり傷つけないようにあのパイプの周りのですね、固着をほどいてやるとこう外れますね。よいしょ。でこう抜けました、これがですねリターンフィルターになります。ちょっと私も初めて見ました。よいしょ。でこれの交換はですね、どうなるのかな、ここですね、ここを外してやります。よいしょ。でここのロックをですね一回外しまして、これを回すと思うんですけども、外れるかな、モンキーじゃ入んないか、ちょっとこんな感じでモンキーでは入らないので、なんとなく予測はしてたんですが、今回家から持ってきた工具でこのクニペックスのですね、プライヤーレンチ、これでいけると思うんですよね。あれいけないか、これちょっとギリギリ入んないですね。となるとコブラですかね。あ、これならいけますね。こんな感じですね。このクニペックのコブラを使います。まあ本来はもっとちゃんとしたあのスパナとかねあればいいと思うんですけども、まあこれ再利用するわけじゃないので、で予想はしてたんですが、多分相当きついんですよねこれ。どうしようかな。いや、相当きついですね。どうしようかな。ちょっと頑張って外します。
まずですね、これ私もやるの初めてなので、一応フィルターを最初に確認しますね。これですね、そうですね、正ネジですね。まあ逆ネジにする場所でもないんですが、ちょっと逆ネジだと困るので、これ正ネジなので普通に外します。けど外れない。よいしょ。よいしょ。しっかり切り整えようかな。はい、ちょっと今なんとか緩みました。結構きつかったんですが、このパイプのところにですね、ちょっとあの棒状のものを突っ込んで押さえて回しました。ただ基本的にはあんまり真似しない方がいいと思います。ここに入れるとここの口がちょっと変形したりして、今は変形しないように注意してありますけども、変形したりして、そこからですね、オイルが漏れてきたりとかっていう原因にもなりますんで、基本的にはやらない方がいいと思います。で、これをですね、ちょっと汚れちゃったので、これをちょっと清掃します。でこのタンクの中に入る方はですね、やっぱりきれいにしとかないと、ゴミが入っちゃうとちょっと故障の原因になりますんで、ちょっときれいにしておきます。で、フィルターをつけます。でここはですね、軽くでいいと思います。こんなもん、これでいいと思います。で最後に、先ほどの、ロックするやつですね。ロックするステーをつけます。逆か、あら、ちょっと若干緩めて、これ つく場所があるみたいで、こうですね、ちょっといいところに合わせて、で締めます。まあ、このロックがあるので基本的に使用中に緩むってことはないと思います。
なもんですかね。はい、両面がねレンチで確かめます。で、まあこんな感じですねなりますんで、入れていくんですが、ここのオーリング、ここも注文してたので、さっきのはですねやっぱり、オーリングちょっともうへたってますんであまり再利用したくないので、ちょっと一応見越して買ってました。一応オーリングはですねこちらになりますね。これは準備しておいた方がいいと思います。多分めったに開けるとこじゃないので、まあ、オーリングがですねちょっとへたってる可能性もありますんで、まあ、基本はですね新品交換がいいと思います。でここもですねあのオイルをこうさらっと塗ってつけます。はい、じゃあ今ですね、オーリングつけましたんで、その前に、ちょっとオイルをつけ足そうと思います。今エンジンかけれないんですが、オイルレベルもうちょっとこの範囲に入ってないといけないんですがもう下がってしまってます。前回あのオイルの漏れの修理をしたのでそれでその時ですね、漏れてきたオイルでちょっとレベルが下がっちゃったので作動用補充します。よいしょ、こんなもんですね。で今こんな感じですね、ここまで入りました。で油面の調整はですね、最後エンジンかけてアームをですねちょっと規定の位置にしないとできないみたいなのでそれ一番最後にやります。でここにですねちょっと上の部分をちょっときれいにして、で先ほどのリターンフィルターをつけていきます。よいしょ、これさっききれいにしたやつですね。でオーリングがですねしっかり溝にはまって出てないかを確認して乗せます。ゆっくり乗せます。でここを閉めます。よいしょ、はい。で最後にですね一応手で増し締めをして確認します。はい、いいんじゃないでしょうか。じゃあホースをですねつけて復元します。でこれですねやっぱり劣化してるホースですと、見えますかね、このホースの跡がつくんですよね。ホースのそのバンドの跡がつくので、
まあ、基本的にはそのバンドの後に合わせて締め付けした方がいいと思います。これはちょっとずれてしまうとちょっとその座りっていうかですね、ホースの座りがちょっと変わってしまって、微妙にそこからオイル漏れしてきたりとかする可能性があるので、まあ、基本的にはですねこのホースのバンドは同じ位置をに締めた方がいいと思います。まあ、車でも一緒ですね。よいしょ。でこのホースも刺します。よいしょ、うん、で上をですね、オイルがこぼれたとこは一回しっかりと拭き取って、きれいにしておきます。これですね、あとあと何回も言ってますけども、オイル漏れした時にですね分かんなくなっちゃうので、まあ、整備士の方はね基本だと思うんですけれども、必ず、まあ、高圧洗浄でもいいですけども、必ず脱脂します。はい、こんな感じでしょうかね。じゃあこれで、作動油関係のフィルターは全部終わりです。じゃあここでですね、走行モーターのオイル交換に入りたいんですが、走行モーターやるときにエンジンかけないといけないので、最初にエンジンオイルとかですね全て、先ほど抜いたものを補充していきます。まずエンジンオイルですね、私さっきからですね上手で手ばっか拭いてるんですけども、これはですねオイルとかにゴミが入らないようにするためで、こまめに手とかはですね、きれいにした方がいいと思います。オイルフィルター交換含みですと 5.9 リッターになりますんで、それを入れていきます。で給油場所はですね、ここですね。一応このクボタの RX303S の、まあ、標準のエンジンオイルはですね 10W30 になってますんで、今回は 10W30 で入れてます。でグレードはですね、TH1 だったかな、コモンレールの、エンジンですと大きいエンジンですねですと、専用のお湯ですね TH2 とかの規格が入ったやつじゃないとダメなんですが、これはコモンレールじゃないので、通常の DH1 で入れます。まあ、一応クボタ指定のオイルになってますんで、まあ問題はないかと思います。はい、入りました。よいしょ。したらキャップを閉めます。
で、レベルゲージがですね、ここについてますんで、まあ、これでちょっと量を確かめます。まだエンジンかけてないので正確ではないんですが、一応まあ目安として見れるので、一応範囲がここからここまでないといけないに対して、今ここら辺ですね、まあ8割9割ぐらいというところですね。あとエンジンかけてフィルターの方にオイルが回るとまたちょっとレベルが変わるので、ちょっとまた後でですね、調整はしたいと思います。はい、じゃあ次にですね、冷却水の方を入れていきます。はい、じゃあ今満タン入りましたんで、一旦ラジエーターキャップはですね閉めます。で、リザーブタンクにも入れないといけないので、こっちにはですね補充していきます。はい、じゃあ冷却水の補充が終わりまして、リザーブタンクはですね、わかりますかね、今ここのアッパーレベル、ここまで入れました。でこれエア抜きしますと、まあ多少下がりますんで、まあ、一応今フルの位置で入れました。じゃあここでですね、ようやくエンジンをかけます。よいしょ。一応最終確認をしてですね、全部閉めたのを確認して、フィルターとかですね交換した部分も全部確認してですね、あとフュエルフィルター交換しましたんで、やっていきます。で最初はですね、燃料のエア抜きをしないといけないので、燃料のエア抜きはですね、この機械は簡単で、イグニッションオン、これですね、オンにして何秒間か待ってると勝手に電子ポンプが動いて、まあ、燃圧というか燃料を送り出してくれるので、これをですねやります。今ポンプ動いてますね、音が聞こえるんですけども、あ、今音がカチカチになってますね。でですね、聞こえますかね、今電池ポンプ、カチカチになってて、ここからフィルターに行って、そこからですね、ウォーターセパレーターを取って、まあ、エンジンの方にですね行きますんで、今カチカチって中でこうエアが抜ける音が聞こえますね。じゃあいいでしょうかね、これでちょっとかけてみます。はい、かかりました。はい、じゃあ今ですね、油圧系統のブタとか交換しましたんで、油圧系統の、エア抜きをしまして、エンジンの方も大丈夫そうですね。で一応念のために忘れないうちにですね、オイルの、レベルを確かめておきます。
はい、今ですね、ここからここのゲージの中のちょうど真ん中ぐらいですね、まあ、ちょうどいいぐらいだと思います。でこれで、エンジンオイルは OK ですね。で今片輪上げたのはですね、走行モーターの交換をする、モーターオイルの交換をするので、ちょっとオイルが抜けるようにやったんですが、ちょっと足りないですね。ちょっと回しますかね。じゃこれでですね、走行モーターオイルの交換ができますので、一応抜くのがここですね。で、入れるのがここで、ここが、まあ、オイルレベルゲージというか、まあ、ここからオイルが出てきたら終わりということみたいですね。外していきます。はい、じゃあですね、走行モーターオイルの、ドレンボルトを外して抜いていきます。一応容量はですね、500ml なので、まあ、そんなには入ってないんですが、すごい真っ黒ですね。よいしょ。で、この機体はですね、ゴムのオーリング、今日準備してないんですが、オーリングなので、これは何も塗らないで再利用していきます。これがですね、あのテーパーのボルトとかであれば、あの、まあ、シールテープとかですね、貼る人もいると思うんですけども、今回はオーリングなので何も貼らないでいきます。こっちもですね、それにしても汚いですね、随分と。一応ね、3つともボルトが外れるのを確認してから、緩めてからですね、オイルを抜いた方がいいと思います。万が一上のボルトが外れないとかってなると入れれなくなるので、まあ、3つとも外せるのを確認してから抜いた方がいいと思います。で、入れるのはですね、このデフオイル用のですね、オイルを入れる工具があるんですが、まあ、これ車とかでよく使うんですが、オイルのガンですね、これを使って入れていきたいと思います。よいしょ。このポンプでですね、オイルを吸い上げます。ギアオイルなので、結構硬いですけども、今吸い上がったので、ここからですね、入れます。そうすると下からですね、今出てきましたね、下からオイルが出てくるので、まあ、これ全部洗うのは無理なので、まあ、これでちょっと一旦ちょっと締めたいと思います。よいしょ。そしたらですね、次は、こちら側のまあ、レベルゲージの穴から、出てきたら、まあ、終わりなので、そこまで入れます。はい、出ました。
で今両方からですね、見ての通りこっちからも出ましたんで、これで交換は終わりです。じゃ閉めていきます。はい、じゃあ綺麗にしてこっち側は終わりです。じゃあ反対側に行きます。はい、じゃあこれでですね、結構時間かかりましたが全オイル交換は終わりになりました。で最後にですね、このオイルのレベルゲージの見方だけやっていきます。で、体勢がですね、決まってますので、ちょっとエンジンをかけます。で久保田はですね、すべてのシリンダーを、中間の位置ですねにした状態となってますんで、ブームはですね中間の位置っていうのはもう平らなところではできないので、まあ、設置するまでとなってますけれども、あとアームですね、アームと、バケット、ここが、このストロークのですね、まあ、中間ぐらいに置くというふうになってます。でこれをエンジンを消した状態で油面を確認すると、今はここら辺ですね、見えますかね、になってますんで、まあ、これが正常となります。いや、これでですね、フィルター関係全数の交換と、あとエンジンオイル、冷却水、あとモーターオイルですね、あと作動油の補充ということで、全部終わりました。で冷却水のやぬきはですね、まあ、大体エンジンの方5分10分回してもらって、それで、終了というふうに、まあ、説明書には書いてあります。じゃ以上でですね、RX303S の、まあ、メンテナンスですね、油種類関係、フィルター関係の交換の、作業をさせていただきました。皆さんの作業のですね、参考になれば嬉しいです。また動画アップしますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。